渡辺カリーの渡辺治です。今回ご紹介させていただいたのはポークキーマカレーです。水を一切使わず素材の旨味を凝縮したカレーになります。ある調味料を加えることで格段に美味しく仕上がります。渡辺カリー名物のとんかつの作り方もご紹介しているのでぜひお試しください。はい、ではベースの炒め玉ねぎの紹介です。サラダ油、玉ねぎ、ホールのクミン、カルダモン、ブラックペッパー、ニンニク、生姜、カットマト、ターメリックパウダー、チリパウダー、コリアンダーパウダー、クミンパウダーです。お米の炊き方です。では日本米とインド米のミックスを使ってます。インド米のみだとパサパサしすぎて、日本米のみだとちょっともっちりしすぎる、そこのいいとこ取りをしております。でこれにターメリックパウダーをちょうど小さじ1ですね、そしてお塩を小さじ1/4、ベイリーフを1枚、ここで、ちょっとかき混ぜます。ちょっとちゃんとかき混ぜないとターメリックパウダーがダマになって、お米にムラができてしまいます。ここにサラダ油を大さじ1/2ですよね、入れます。で、これで炊飯器で炊いて完成です。ベースの炒め玉ねぎの準備をしていきます。まずは玉ねぎを千切りします。で縦に半分カットします。そして千切りにします。続きましてニンニク生姜のすりおろしを作ります。そしたら生姜のすりおろしを作ります。混ぜるんで一緒にやってみます。はい、以上です。炒め玉ねぎのベースを作っていきたいと思います。まずサラダ油を入れます。じゃあホールスパイスですね。で火をつけたらちょっと弱火にしといてこの中に入れます。ちょっと温度を上げていきます。でこのホールスパイスがシュワ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 してきたら玉ねぎを入れます。でだんだんこうシュワシュワしてきてスパイスの香りが油にちょっと移ったところで、結構強火で炒めます。塩をきつね色になるように炒めていきます。玉ねぎはあんまり薄くすると水分が出やすくなっちゃうんで、炒めるのにちょっと時間がかかるということもあるんで、ほんと薄くじゃなくてちょっと厚めにカットしております。あとはもうひたすら炒めるのみです。玉ねぎの水分が結構もう飛んできたんで、ちょっと強火だと焦げやすくなります。なのでちょっとだけ弱火にします。ここら辺の火加減は炒めながらいろいろ自分で判断すると良いと思います。でこれぐらいになってきましたらニンニク、生姜のペーストを入れます。でここでまた火をつけてニンニクと生姜の水分飛ばしていい香りがしてきたら次の工程に移ります。次はカットトマト、カットトマト入れます。また中火の強火で炒めていきます。トマトの水分が飛んで横にうっすら油が浮いてくるぐらいまで炒めていきます。ここできっちり炒めないと旨味がちょっと分散するというか、こうギュッと詰まった旨味にならないんで、コン詰めてちょっと炒めていきます。だんだん、トマトの水分が飛んできて、いい色になってきます。ここからまだまだもうちょっと水分を飛ばしましょう。
そうすることによってトマトの旨味だけが残って美味しくなります。で、これぐらいまでなると旨味の詰まった、トマトと玉ねぎの炒め物になります。で、ここで一回火を止めます。で、ここからスパイスを投入します。まずターメリックパウダー、チリパウダー、コリアンダーパウダー、クミンパウダーで、混ぜ合わせていきます。この時、火を入れた方がいいんですけど、スパイスが焦げるとかそういう失敗がある人はもう止めたまま混ぜてください。はい、これでベースの炒め玉ねぎの完成です。ポークキーマの材料の紹介です。ベースの炒め玉ねぎを使います。ここにパプリカパウダー、ガラムマサラ、ガラムマサラの種類はホールクミン、ホールカルダモン、ホールブラックペッパー、ホールコリアンダー、それに塩、ココナッツファイン、イカスミ、そして豚ミンチです。ポークキーマの作り方を始めます。まず先ほどの炒め玉ねぎ、こちらを入れます。で、弱火にします。弱火にしましたら、パプリカパウダー、こちらを入れます。先ほど作ってるガラムマサラですね。こちらを入れます。今度はココナッツファインですね。ココナッツの粗削りのやつです。こちらも入れます。で、イカスミです。コクと旨味が非常に出ます。じゃあこれ混ぜます。混ざりましたら、上に豚ミンチを入れます。で、ここから混ぜ合わせて炒めるんですけど、弱火でじっくりじっくり炒めると美味しくなります。このままゆっくりゆっくり豚の旨味を引き出して、弱火で炒めます。ある程度こう全体が混ざったら弱火なんで、時々かき混ぜる形で大丈夫です。で、このまましばし様子を見ながらかき混ぜます。肉の旨味、イカスミの旨味、ココナッツパインの旨味っていうか、三重奏してますね。で、水を一切使ってないんで、もうほんと素材の旨味だけで作るカレーですね。で、だんだん豚肉にこう、もう火が通ってきて、ちょっとパラパラしてきたら、仕上げに入りたいと思います。仕上げは、火加減を強めて、一気に火を通していきます。で、完全に火が通ったら完成です。とんかつの材料の紹介をいたします。まずとんかつ、塩、コショウ、小麦粉、卵にサラダ油にお水です。細挽きのパン粉、粉チーズ、ガラムマサラ。ガラムマサラの材料がホールクミン、ホールカルダモン、ホールブラックペッパー、ホールコリアンダーです。とんかつの下準備をしていきます。カットしたら縮まないように切り込みを入れていきます。以上です。じゃあ、とんかつの仕込みに参りたいと思います。まず、卵を1個入れまして、サラダ油をちょっと入れます。そうすると、パン粉と、とんかつが剥がれにくい感じになります。ちょっと、それの水で伸ばします。次は、パン粉の粉を作りたいと思います。次では、細挽きのパン粉です。これに粉チーズ、パルメザンチーズを入れてます。コクが出ます。そしてちょっとスパイシーにするのに、先ほど作った、ガラムマサラ、クミンホール、カルダモンのホール、ブラックペッパーホール、コリアンダーホールですね。これを入れます。そしたらあとはもうざっくり混ぜるだけです。それで衣の完成です。次、豚肉の塩コショウを入れます。まずお塩です。次に胡椒なんですけど、じゃあ胡椒に少しクミンを混ぜてミキサーにかけていきます。
小麦粉をつけていきます。よく粉を挟んでください。豚肉を、卵をくぐらせて、はい、ではとんかつを揚げていきたいと思います。先ほど仕込んだとんかつです。で、油の温度はだいたい170度から180度で揚げます。だいたいこちらは 150g ぐらいのとんかつを揚げてるんですけど、それでだいたい4分から5分揚げてます。取り出しましたら、余熱で、早かったら4分、その後まあ様子、これはもう感覚なんですけど、まあ6分がいいかなとかっていうのは、この豚の厚さでいろいろ変わってきます。はい、じゃあ時間が経ったので揚げて余熱を入れていきたいと思います。この厚さだと6分7分はちょっと余熱を入れた方がいいかなと思いました。で、ご飯を盛り付けて、先ほどのポークキーマを盛り付けます。で、レモンをちょっと添えて、です。好みでレモンギュッと絞っても味の変化があって美味しいと思います。